日立駅は、茨城県日立市幸町一丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道上番線の駅である。貨物事務官コードは42万1122。現在の駅舎は、日立市出身の建築家、瀬島和代による作品として知られる。日立市の中心駅である。開設当初は、助川駅であったが、1939年9月1日に、 当時の助川町が消滅した直後の同年10月20日に日立駅に改名されて現在に至っている。日立鉱山の最寄り駅であったため、銅山が創業していた時代には鉱山電車が当駅始発で運行されるなど、鉱山を背景に進展した地域が点在する常磐線を代表する駅の一つでもある。日立市役所、神根公園、日立シビックセンターの最寄り駅である。 中央口改札口駅構内を北側より望む、ホーム2面3線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。直営駅で、管理駅でもあり、大亀駅、中央駅間の各駅を管理している。緑の窓口、スイカ対応自動改札機、指定席券売機、ビューアルト設置駅。現在の駅舎は、地元出身の建築家、瀬島和代の作品で、 第12回、ブルネル賞駅舎部門で優秀賞を受賞している。改札口は2カ所ある。中央改札はホーム上の駅舎内に開設され、改札外で中央口と海岸口に分かれている。中央口は中心市街地に面しており、バスターミナルなどもこちら側に設置されている。臨時改札はホーム南側の古線橋と並行している。 自由通路との間に開設され、三菱パワー、日立工場が隣接しているため朝のラッシュ時のみに改札業務を行っている。2011年3月11日以前は、海岸口が3番線ホーム南側地上の旧本屋側にあったが、京上駅舎になったため取り壊された。2007年度から京上駅舎化及び中央口の周辺整備の工事が行われ、 2010年度に工事終了予定となっていたが、東北地方太平洋沖地震の影響で、京上駅舎の開業は年度明けの2011年4月7日に延期となった。2005年10月から発車メロディに地元出身の作曲家、吉田正の楽曲を使用している。コンビニエンスストア、ニューデイズが中央改札コンコースに出展している。 市内飲食店業者の海み加減が長年にわたり一番ホームで、駅弁、立ち食いそば店を営業していたが、2008年に撤退し、その後他の業者が入ることなく、店舗も解体された。風流弁当やソースカツ丼など調整、販売して、一時期は駅弁業者が撤退したいわき駅販売分も調整していたが、後に撤退している。JR 貨物の設備は、 旅客駅一番線の西側にある。貨車の入れ替え作業や駅の業務は福島臨海鉄道が受託している。一面のコンテナホーム、二本のコンテナ二役線を有する。駅本線に到着した貨物列車は一旦小木津駅方の引き上げ線に入った後、コンテナホームに侵入する構造となっている。かつては日立製作所日立事業所へ続く専用鉄道があり。 そこから稀に特大貨物列車が運転されたこともあったが、1995年の運行以降使用されておらず、現在は事業所内の線路も撤去されている。また、隣接する日立セメント工場への専用線もありセメント輸送に使用されていたが、2006年3月に廃止された。現在日立シビックセンターとなっている一帯には、 1980年代後半まで日本工業の資材置き場などが広がり、総延長 6km に及ぶ専用線が張り巡らされていた。そこには薬品貯蔵タンクも置かれ、日立製錬所で生産された硫酸が当駅から発送されていた。また、資材置き場と製錬所を結ぶ日立鉱山専用電気、鉄道もあり、化学薬品の他旅客も輸送していたが、 1960年5月31日、限りで廃止された。2014年3月時点で、停車する貨物列車は高速貨物列車1往復のみである。行き先は、下りが小名浜駅、上りが名古屋貨物ターミナル駅である。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は1789人で、ある。近年の推移は、 以下の通りである。駅前にあるタービンを模したモニュメント平和通りの桜並木海岸口側構内にある展望ロビー。駅前広場には工業都市、日立をイメージする発電所用の大型タービン動力を模したモニュメントがある。日立駅発着の路線バスは茨城交通が運行。東京ディズニーリゾート業、京都、大阪業は日立市役所から出発。 注釈出典、ありがとうございます。